はいどうも、ことぽぽです。今回は和歌山に行きます。高速道路を使っていくことがあまりないので新鮮な感じです。ところ変われば釣れる魚も変わるというので楽しみ。天気の方が心配ですけど、雨ならもう諦めます。カヤックフィッシングはね、やっぱり天候すごく大事なんで、もう本当に海の状況とかによってはね、すごく危ないんで、無理して出ない方がいいと思ってます。そろそろ目的地付近ですね。いや楽しみです。はい、ということで到着です。いや天気も心配したんですけど、実はね漁船がすごく多いんで、ちょっと邪魔にならないように気をつけようと思います。はい、準備中です。はい、準備の方完了しました。映像ではね分かりにくいんですけど、ここに洞窟がありました。行ってみようと思います。やっぱりねいつもと違う場所なんで、魚探をずーっと見てる感じで黙々と黙ってね越えてますね。でね、向こうの島に行くにはね、この間にですね、漁船の方がね、たくさんおられてですね、3隻1組でなんか魚を追い込むような漁をされてたんで、そこをね、邪魔しないように通り抜けるにはどこのルートを通ればいいかっていうのをすごくね、考えながらね、漕いでました。結局ね、やっぱりね、漁のね、邪魔したくなかったんで、ずっとね、動いてこっちの方にずっと来られてたんで、通り過ぎるのをずっと遠くから見て待ってました。で、まあ、魚の反応もなかったんですけどね、ずっとちょっとね、ここでスローでね、探ってました。多分サバマグロ。実はね、カメラをね、取りっぱなしにしてて、バッテリー切れちゃったんですよね。でもね、サバをね、なんとか3匹ゲットできました。さあ、行くぞ。かかった。あ、抜けた。くっそ。うそや。なんで抜けんねん。よっしゃ、来た。よっしゃ、来たで。あれ？どうなってんの？寄ってこい。あれ？いるな。よっしゃ、よっしゃ。カツオか。やった。カツオ。実は。最初に行ってた洞窟の方が近づいてきたんで寄ってみます。おI'm not afraid to die.
涼しかった。実は日中の気温は30度を超えてたんですが、この洞窟にいると水滴の音と影のおかげでクーラーの効いた部屋に入った時みたいな感じで、かなり涼しくて気持ちよかったです。遅すぎるよね。ここはどうなってる。ここかね。Yeah.